はい、どうも皆様こんばんは。山口親子の中道の山口せやだ。今日は久しぶりにシリーズなんですけども、編集なシリーズをしたいと思います。イエーイ。ちょっと今日は、ビールを3杯ほど飲んできまして、いやーちょっとこんな感じですけども、はい、今日は何をするかと言いますと、酔っ払いダンスをしたいと思います。では行こうか。せーの、レッツスタート。はい、よいしょ、よし。今日携帯撮ってます。はい、ちょっと、はい、酔っ払いダンスをしたいと思います。あ、せーの、酔っ払い、酔っ払い、酔っ払いダンス。あ、酔っ払い、酔っ払い、酔っ払いダンス。あ、酒を3杯飲むと酔ってしまうこの感情、僕はいつもこうなり、酒を飲むたび気分がいい。はい、酔っ払い、酔っ払い、酔っ払いダンス。酔っ払い、酔っ払い、酔っ払いダンス。あー、ああ、金曜の夜になるとお酒飲みたくなる、だけど3杯以上は飲めない。なんでたくさん飲んでしまうと次の日二日酔いで気分悪くなる。あ、酔っ払い、酔っ払い、酔っ払いダンス。酔っ払い、酔っ払い、酔っ払いダンス。あ、酔っ払い、酔っ払い、酔っ払いダンス。酔っ払い、酔っ払い、酔っ払いダンス。酒を3杯以上、4杯以上飲むと、トーションベンによく行きたくなる。飲みすぎるとすぐにトイレに駆け込みたくなる。それが酔っ払い、酔っ払い、酔っ払いダンス。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 はい、ということで酔っ払いダンスお送りしました。ということで明日の動画でお会いしましょう。バイバイバイからのアディオス。